山上哲也被告は去年7月、奈良市で演説中の安倍元総理を銃撃して殺害した罪などで起訴されています。今年6月、奈良地裁で行われる予定だった第1回の後半前整理手続きに山上被告も参加する見通しでしたが、手続きの開始前、裁判所に不審な段ボール箱が届いて職員らが避難する騒ぎとなり、手続きが延期されていました。関係者によりますと、 奈良地裁で来月13日に後半前整理手続きが行われることが決まったということです。山上被告は弁護団に出席するかはよく考えたいと慎重な姿勢を示しているということです。